笹山市広報丹波笹山2016年11月号です。

介護予防とはなるべく介護を受ける状態にならないようにそしてすでに介護が必要な状態の人もそれ以上悪化させないようにする取り組みですやりたいことができる行きたいところへ行けるできる限り住みられた地域で長く暮らし続けられるようにするため介護予防の取り組みをきっかけに地域づくりを進めています。笹山市では、 19の地区のまちづくり協議会などが中心となり介護予防教室生き生き塾が各地区で立ち上がっています今後もますます進む高齢社会を乗り切っていくためにも今まで以上に住民同士のつながりを強めみんなで支え合っていく地域づくりが必要です今回はそのきっかけとなる介護予防の取り組みを紹介します市では、 これままでで介介護護予防教室、通所施設イキイキ塾を介護施設設行きききをなどで行ってきました。これからますます進む高齢社会を乗り切っていくため19のまちづくり地区単位で介護予防を推進し地域の拠点となる地区いきいき塾の立ち上げを進めています平成27年11月にスタートした古市地区をはじめ現在は 笹山・錦南・大山・村久保・安島・奥物の7地区で開催されていますその他の地区でも順次説明会などを開催し平成29年度中にはすべての地区での開催を目指しますこの教室の運営は滋賀町づくり協議会と介護事業所へ委託します体操指導や参加者の送迎などは 介護事業所が担当しますが、地域の皆さんにも役割があり、まちづくり協議会が教室での見守りサポート、地域住民への啓発や呼びかけなどを担当します。今は関係ないから、介護が必要になったら施設に任せておけば大丈夫、など、今まで関心のなかった方にも、できるだけ関わってもらうことで、地域の皆さん一人一人が、 地域づくりや介護予防について考えてもらうきっかけになることも一つの狙いです教室では、生き生きデカボー体操を毎回実施しますこれは、重さを調整できる重りバンドを手首や足首に巻きつけ椅子に座ってゆっくりと手足を動かす運動です筋力をつけることで日常の動きが楽になるほか 転倒しにくい体を作り、骨折などによる寝たきり予防にも効果を発揮します。6ヶ月間教室に通い、足がよく上がるようになり、つまずかなくなった。杖なしでも歩けるようになった。膝の痛みがなくなった、などといった参加者の皆さんからの声も届けられています。運動はもちろん、参加者の皆さん同士でのお話なども、 元気回復の秘訣です生き生き軸はみんなで集ってしっかり動いてみんなで楽しむ教室です最近ちょっと体力に自信がないな外出が億劫になったな人と出会う機会が減ったななどと思っている方はお気軽にお申し込みください筋力運動は毎日行う必要はなく 1> 週1、2回程度の実施で年齢に関係なく効果的に筋力をつけることができます年だから仕方がないと諦める前にまずは生き生き塾へ参加してみてくださいまだ地区生き生き塾が立ち上がっていない地区の皆さんは通所施設生き生き塾をご利用ください9月からスタートしたあじま地区生き生き塾での皆さんを紹介します 地域の皆さんとの関わりを大切にしたい生き生き塾講師安らぎ園職員山本由美子さんこれからますます介護を必要とする方が増えると言われています私たち介護サービスに関わる職員や事業所だけのことではなく地域全体のこととして介護や予防について考えてもらう一つのきっかけになればと思っています 参加者の方への指導はもちろんですが町協をはじめ地域の皆さんとも一緒になって介護予防に取り組んでいきたいですねボランティアのは地域に広げたい味間地区町づくり協議会長、谷子浩一さん。ボランティアスタッフとして会場準備や講師の方の補助をしながら参加者の皆さんと一緒に体操しています。 協議会の中では福祉部会の事業として部会員の皆さんに当番として割り当てて協力いただいています苦労もありますができるだけ多くの皆さんに関わってもらえるようにすることで生き生き塾への理解が進めばと考えています「明るく元気に笑顔で暮らしたい」生き生き塾に参加されている藤田綾子さん 9月の1回目から参加しています先にスタートしていた古市塾の生き生き塾の話を聞き私も行きたいなと思っていたら安嶋地区でもチラシが配られたので申し込みました家でじっとしているより参加者の皆さんとお話ししたり体を動かしたりすることで気持ちも体もリフレッシュできます。週1回の教室に通うため 家事など生活のリズムも良くなりました。いきいきクラブです。うちの村にも集って動いて楽しんでを作ろう。地区いきいき塾に6ヶ月間通った後、引き続き地元の公民館などで生き生きデカバ体操を続けていく住民主体の活動が広がっています。住吉台コミュニティ消防センターでは？ 毎週金曜日13時30分からイきイきクラブが行われています昨年の7月にスタートし週1回の運動を実践現在およそ20人の皆さんが参加しています体操以外にもちょっとしたことなどを話す場としてお茶会を開き地域のことや暮らしの情報などを賑やかに情報交換来れる人が集まって それぞれができることを担当していますと話していました住吉台のほかにも市内20以上の自治会で生き生きクラブが開催されています立ち上げに関心のある方は健康課に相談ください住吉台生き生きクラブの世話人原美由紀さんです健康課の毎週金曜日13時30分からの お試しクラブで体操を教わり実践しています介護予防というよりは元気なうちからちょっとずつ貯金しておこうという感覚で参加されている方ばかりです月に1回は体操のあとにお茶を飲みながら参加者の皆さんでおしゃべりする機会も設けていますこうしたことをきっかけにみんなで支え合う地域にしていきたいですね 「できることから始めよう」「自らが元気なうちから地域の居場所をつくる」「元気な高齢者が支援が必要な高齢者を支える」「これからの地域づくりには介護について理解を深めることはもちろん活動・参加する」などのアプローチが必要だと言われています。 まちづくり協議会自治会単位での取り組みのほかにも地域で高齢者や障害者などが自宅で安心して生活できるようにサポートする見守り支援サポーターへの登録も募集していますあなたも身近なところから支え合いの地域づくりに参加しませんか依頼会員手助けをしてほしい人サポート会員お手伝いをした人 それぞれ、ぞ見守り支援サポートセンターへ登録されませんかサポーートセンターは会員同士をつなぐ紹介および会員間で行う総合援助活動の調整を行います問い合わせは社会福祉協議会電話5 9 0の1 1 1 2まで介護予防日常生活支援総合事業が始まります 平成29年4月から始まる介護予防日常生活支援総合事業ではこれまで以上の連携と地域づくりに重点が置かれています誰もが社会参加することが介護予防につながると積極的に捉え自分自身の役割を考えていくことが必要ではないでしょうか住み慣れた地域で生きがいや役割を持って生活できる これからますます進む高齢社会において、そんな地域づくりが求められています。六十五歳以上のすべての人が死が行う介護予防事業を利用できます。自立した日常生活を送ることを目的に一人一人の生活に合わせた柔軟なサービスを提供します。養子縁一二の人に対する介護サービスの一部が。 全国一律のサービスから変更になります。平成二十九年四月から養子園一二の方への介護予防サービスが変わります。一人一人の状態に合わせた介護予防サービスを市の事業で行います。一、利用の申請方法が変わります。二、養介護認定なしでも訪問型サービス。 ホームヘルプサービス通所型サービスデイサービスについては利用できる内容回数時間利用量などが変わります3今までの介護サービス事業者が行うサービスから地域やボランティアが行うサービスへと移行していきます訪問型サービスのサービス内容は既存のサービス事業による 今までの介介護護予防訪問介護ホームヘルプサービスに相当掃除洗濯調理などの生活援助多様なサービス主に民間事業所による掃除洗濯などの生活援助などボランティアなどによるごみ出しや布団干しなどの住民主体の生活援助など通所型サービスの送迎などボランティアなどによる 移移動支支援援や移送前後の生活支援などです通所型サービスのサービス内容は既存のサービス事業者による今までの介護予防通所介護デイサービスに相当健康管理機能訓練やレクリエーションなど多様なサービス主に民間事業所とボランティアの補助によるミニデイサービス 運動動レクリエーション活動などボランティアによる住民主体の体操運動など自主的な通いの場保健医療の専門職による生活機能改善のための短期集中予防サービスなどですその他のサービス内容は配食栄養改善を目的としたものや一人暮らし高齢者に対する見守りを含むもの 住民ボランティアなどの定期的な訪問による見守りと緊急時の対応その他自立支援に役立つ生活支援訪問型サービス通所型サービスと一体的に提供されるものなどです介護保険サービスの利用などについてわからないことや相談があるときはお問い合わせください。地域福祉課、高齢支援係、電話 介護保険係5526928健康課電話5941117まで笹山城都多岐担当の東部地域包括支援センターは電話558-0324錦丹南近田担当の西部地域包括支援センターは 五九四の三七七六まで。読み手は浜園美智子でした。人が好き、街が好き、街角リポート。今月のリポーターは、住吉大の大富裕貴さんです。音楽で心のバリアフリー。兵庫笹山、とっておきの音楽祭です。 障害のある人もない人も一緒に音楽を楽しむとっておきの音楽祭丹波田園公共ホールを中心に7カ所が会場となり開催されました心のバリアフリーって何音楽が人に与える力って実際に音楽祭に行って体感してきました当日はあいにくの雨でしたが 市内の障害のある方で作るグループやボランティア団体をはじめ音楽グループプロアーティストなど全国から69団体およそ500人が出演訪れたおよそ3,000人の方と一緒に音楽を楽しみましたこの音楽祭は音楽を通した心のバリアフリーを目指し2001年に 宮城県仙台市から始まりました現在その場は全国へ広がり盛岡市や熊本市など18の都市で開催されています笹山では今年で2回目です開会式では実行委員長で車椅子のシンガーソングライター小西達也さんが昨年に一 そして今年二つ目の歩みたくさんのグループがあり活動はさまざまでも先にあるのは同じ山山の頂上を目指し一歩一歩進んでいく温かく応援してほしいと挨拶し音楽祭が始まりました丹波田園公共ホールでのトップバッターは「でかんしょ節保存会」と「笹山方面でかんしょバンド」の皆さんによる「 節生演奏と踊りでした全国各地からさまざまなグループが集まる音楽祭なので私はとても緊張していましたがなじみのでかんしょ節が聞こえてくると安心して取材に臨むことができましたでかんしょ節保存会の皆さんはできることは協力したいと今年も参加させてもらった丹波篠山のでかんしょ節を もっとたたくさんのの人にに知っってもらう機会になったのではと話していました下二階町商店街の旧小島乳母車店の会場では歌声喫茶笹山がピアノやアコーディオンの調べに乗せて「上を向いて歩こう」などの歌を披露ここでは観客の皆さんも一緒に歌えるよう歌詞を書いた模造しを掲示し それを見て会場全体で歌うことができとても楽しかったです「大正ロマン館の中庭」では丹波篠山を中心に活動するアカペラグループ「アルバトロス」がトリを務め「優しさに包まれたなら」など5曲を歌い上げましたメンバーの皆さんはとっておきの音楽祭に出演するのは2回目。 音楽祭のお客さんはとても温かいです。「一緒に歌ったり手拍子をしてくれたりして楽しんでくれます」と話していました「心のバリアフリーって何だと思いますか?」と尋ねてみると「アカペラに例えるとよくわかるんですが同じ声の人が5人では絶対にアカペラはできません」「違う声が5つあるからハーモニーになります」 音楽祭の合言葉「みんな違ってみんないい」は良い言葉で見ているお客さんもいろんな方がいて楽しみ方は人それぞれ「音楽こそ心のバリアフリーだと思います」と答えてくれました実行委員長の小西さんは「心のバリアは誰もが持っていて一つ一つは微妙に違う」「こういうバリアを」 「音楽を通して一人一人が見つけるきっかけになってほしい」「気遣い気配りができるっていうのは実はバリアがあるから音楽をみんな一緒に楽しむ一緒とは違いを認め合うこと」と話していました「一人一人は同じではありませんそれがバリアでもありますが心のバリアフリーとは その違いを認めることだと教えられました。今回の取材を通して、自分と他人の違いを認めることの大切さを改めて認識できました。次回はボランティアスタッフとして参加し、もっといろいろな方々から話を伺いたいと思います。8枚の写真が掲載されています。1枚目は、 田園公共ホールの玄関で知名度のライブ雨にもかかわらずたくさんの観客が皆さんノリノリです2枚目歌声喫茶笹山の皆さんの写真3枚目手話ネット加藤と滝っ子の皆さん加藤氏マスコットキャラクター伝之助と 笹山出身でプロシンガーソングライターの石田博之さん美濃さんにこやかに V サイン4枚目「面白かったまた出たい」と話す自立サポートネットワーク w ォ n t の皆さんダンスなどを披露5枚目「アルバトロス」の演奏中の皆さん6枚目「デカンショブシ保存会」の皆さん 7枚目見ている人全員を楽しませたいと自作のユニークな楽器で笑わせるマエストロ足立頭で鍵盤ハーモニカも弾いていました8枚目およそ30人で手話歌などを披露した井上福島の皆さん全員で集まって練習はなかなかできずそれぞれが作業の合間やお昼休みを利用して 練習した緊張したけどうまく歌うことができてよかったと話す西山隆也さんとメンバーの写真でした読み手は沢野恵子でしたタウントピックス街の話題です芸術の秋街並みアートフェスティバルがありました歴史的な街やや 町並みに芸術作品を展示する町並みアートフェスティバルが9月17日から25日初川休館河原町つま入り消火群を中心に開催されました町屋が美術館に変わるをテーマに2009年から行われている芸術イベントで笹山ゆかりの作家や東北からの招待作家など過去最高の80人が参加 通りに置かれた巨人像町屋に入るとガラス細工や陶芸油絵など多彩な作品が来場者を楽しませていましたこのフェスティバルに参加していた作家の皆さんによる旧湿川小学校で催された「俳句と美術ン笹山」の様子は動画で紹介しています。9月27日に 長寿犬の表彰式がありました。今年度内に17歳に達する飼い犬を対象に、長寿犬表彰式が市役所玄関前で行われました。接端獣医師会と市の協催で、今年度は13頭が対象、うち7頭の飼い主が出席しました。17歳の柴犬、都市君と出席した秦野和子さんは、 生後45日目から大切に育て長生きしてくれている表彰は通過点これからも大切にしたいと喜びを語りました犬のの歳歳は人間の90歳に相当します飼い主の深い愛情に敬意を表し飼い犬の写真入り表彰状が贈られました10月4日 身近なため池で生き物観察会をしました。安島まちづくり協議会では、地域の子どもたちに、ため池に生息する生き物を学んでもらおうと、東武器にあるため池、青池の水を汲み出して干す貝堀に合わせて観察会を実施しました。参加した安島小学校3年生と安島子ども園の園児たちは、 およそ30メートルの大きな地引き網で引き上げられたゲンローブナなどに歓声を上げて大興奮しました。少年が腕ほどもあるゲンローブナを両手でつかみ笑っている写真が出ています。他にも池に生息していたヨシノボリ、モツゴ、ドブガイ、スジエビ、アメリカザリガニ、ウシガエルなどの生き物を観察しました。 10月7日に井口雅子さんが総務大臣表彰を受賞しました。平成17年から行政相談委員として活躍する小原の井口雅子さんの長年の活動が評価され、行政相談員総務大臣表彰を受賞しました。東京都内で行われた表彰式に出席した井口さんは、これからも今まで以上に、 市民と行政のパイプ役として頑張っていきたいと抱負を述べました行政相談委員は総務大臣が移植し国民が暮らしの中で感じている国の行政サービスに関する苦情や相談を受けその解決のための助言や関係行政機関に対する通知などの仕事を無報酬で行います市内事業所の魅力を PR する企業リポートです 今回は株式会社藤本林業所です。山から木を伐採し、運び出し、製材し、建設するという一連のサイクルを自社一貫生産されている株式会社藤本林業所。循環型社会の実現をテーマに、10の地産地消に取り組まれています。今回は、建材販売、建築、オーダー家具、木材加工など 木に関する業務を幅広く手掛けられている株式会社藤本林業所を紹介します。企業の概要・魅力・特徴です。昭和27年に創業され、現在で4代目となります。かつては旧近田町役場の庁舎や丹南分校の旧校舎などの建設にも携わってこられたそうです。現在は、 山から木を切り出して盛大し建築材料として販売することを一つの柱として家の建築や家具の製作木材加工などを手がけられていますほかにも丹波市三南町の株式会社大地農園とコラボされ杉の木の皮を薄くして作ったフラワーアレンジ商品や兵庫県産材を使用した釘や 接着剤を使わない奥フローリング、置き床の製作。置き床は、断熱性と保温性に優れた無垢の杉が使用されています。笹山さんの檜ノキを使用した小学生用の木製机の材料の納品など、建材販売だけでなく、さまざまなフィールドで活躍されています。先輩社員からのメッセージ。 正社員の国松隆さん51歳のメッセージです山林から切り出されてきた丸太を板や角材に正代していますまた企業や大工さんからの注文を受け商品の配達も行っています正代では切り出されてきた丸太を台車機に乗せて帯のこでサイズごとにカット 多い時には1日80本を製材することもありますが安全第一に仕事に取り組んでいます近頃はハウスメーカーで家を建てられる方が増えています木材の匂いや肌触り温かさが感じていただけるような良い材料を提供していきたいと思いますトップに聞く代表取締役社長の藤本清人さんです 当社は木の伐採から製材、建築、ペレットストーブ用の燃料の提供まで自社で一貫生産しています。地産地消の普及にも力を入れており、使用木材のほとんどは国産材を使用します。また、建築図面を見て山の木と名コードができる会社です。山の中を見て専木を行い、木材に番号をつけ、図面と照合して、 山の丸太から家を建てられる技術があります平成二十二年には大雨による土砂崩れで全壊した流動時騒動の再建を行いました今後も新しい可能性を求めて建築だけでなくいろいろな業種とコラボし新しい商品を開発していきたいと思います事業所の概要です所在地は 笹山市池上8です。業務内容は木材・木製品製造業建設業です設立は1952年昭和27年です従業員は6人です電話番号は5 5 2の0 1 8 7です問い合わせは企業振興課電話 五二の生の歴史資料にのコーナとです「す古文書合宿」が開催されました9月12日から14日まで神戸大学文学部の授業の一環として古文書合宿が笹山フィールドステーションで開催されました。地域の生の生歴史資料に触れることで その地域の歴史や文化を理解しようというもので、日沖地区で発見された古文字を調査したことを契機に毎年実施しており、今年で6年目です。今回も総勢50人近くの学生らが参加し、古文字の解読と資料整理をしました。作業はいくつかのグループに分かれ、机の上に古文字を広げ、屑指示典を開きながら、 早朝から夜遅くまで熱心に取り組んでいました活動の詳細は来年1月21日土曜日に開催予定の笹山市神戸大学地域連携フォーラムにて上校できますこのフォーラムではこれまで当欄にて紹介してきた実践農学入門や実践農学という授業を通じ笹山で活動する学生も活動成果を発表します こちらも併せてお楽しみいいただければ幸いです問い合わせは神戸大学笹山フィールドステーション電話ファックス5062366または神戸大学笹山市農村イノベーションラボ電話ファックス5066628へ江戸晴美さん講演会と秋の大婚活イベントが 11月27日、日曜日曜開催されます。『婚活グー』出会いもグー「人生バラ色でみんなが幸せ」「グ,グー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 人生最高」一部は流行語大賞「グー」でおなじみの江戸晴美さんの講演会でテーマは「人生の選択幸せ探知力」です。時時から12時まで、 笹山市民センターであります婚活に興味のある人やその家族、親戚、友人などどなたでも気軽にご参加ください参加費は無料です事前に申し込みが必要で先着順100人です二部は大婚活イベントランチビュッフェです 吉本芸人山田スタジアムさんの進行で盛り上がること間違いなし12時30分から16時まで大賞ロマン館であります大婚活イベント2部の申し込みについて募集人数は25歳から45歳ぐらいの濁身男女20人ずつ先着順です参加費は2800円3日前からキャンセル料が発生します 申し込み期限は11月20日日曜日お申し込みは篠山市民センター内の篠山市結婚相談室リングに備え付けの参加申し込み書をファックスメールまたは直接ご持参ください参加申し込み書は市のホームページにも掲載していますなお一部のみの参加もできます問い合わせは 笹山市民センター内笹山市結婚相談室リング五五二の三四五五へ読み手は小林久子でした。さまざまなスポーツを気軽に体験スポーツの日が十一月十二日土曜日十三時から十六時二十分まで笹山総合スポーツセンターであります。体育館では 弓道ドッジボール少林寺拳法バドミントン武道場では剣道空手道護身術グラウンドでは陸上競技ゲートボール軟式野球人工芝グラウンドではホッケーグラウンドゴルフテニスコートではテニスソフトテニスなお屋内種目は 体育館シューズをご持参ください。申し込みは不要です。問い合わせ。社会教育文化財課。電話。五五二の五七六九。篠山市民文化祭。芸能発表の部。十一月二十三日水曜日。祝日。十時から十六時まで。 丹波田園公共ホールであります入場は無料です民謡、三味線、日舞、舞踊など合わせて20団体による舞台発表があります豪華景品が当たるお楽しみ抽選会もあります問い合わせ中央公民館電話5941180 笹山 ABC マララソンン大会ボランティアスタッフ募集です。およそ1,500人の競技役員の一員としてランナーを温かくお迎えし共に喜びと感動を分かち合いましょう平成29年3月5日日曜日開催笹山城跡マラソンコース応募資格は高校生以上募集内容は 選手走路確保交通誘導の走路安全員給水係駐車場係荷物預かりし子汁振る舞いなど会場関係その他支給品としてスタッフジャンパー帽子弁当申し込み期限は12月12日月曜日まで申し込み方法は 申し込み用紙に必要事項を記入の上大会事務局に提出なお申し込み用紙は笹山 abc マラソン大会公式サイト http:// ささやま -abc-marathon.jp// からダウンロードできます。 問い合わせ「社会教育文化財課内篠山 ABC マラソン大会実行委員会」「電話無料のうちエコ診断をしてみませんか」できそうな対策を組み合わせていけば光熱費など年間3万円もお得です。 家庭での省エネや節電の取り組み方法について電化製品や太陽光発電断熱窓などについて専門知識を持った診断士がかかる費用や得られる効果を算出して具体的にアドバイスします所要時間は40分から60分診断内容は 1CO2 排出ランキング光熱費のデータを 総務省の家計調査と比較することで、家庭の CO2 排出量を100世帯中の順位に換算して表示します。2CO2 排出分析家庭のどの分野からどれだけ CO2 が出ているのかを表示し、どの分野で削減すればよいかを探ります。3効果的な取り組みの提案主な取り組みを 費用や効果の大きさで分類し各家庭のライフスタイルに応じた有効な対策を提案します申し込み先は兵庫県地球温暖化防止活動推進センター電話078735-2738です問い合わせはノート環境課電話 まで。第10回ふれあい感謝祭11月27日日曜日11時から東沢田のスマイル笹山でありますなお駐車場は笹山中学校をご利用ください恒例のワーキング丹波パン祭り 焼きたてのパンが100円均一です。生活用品を活用するバザー食材から日用品まで掘り出し物が揃いますドキドキ抽選会会場内のどこかにあるスタンプを集めると豪華景品が当たるかもその他にも子供遊び広場おいしい屋台村などあります鳴海堂一座 大阪芸大フルート。スイングエイプス。吹奏楽団プリマベーラ。笹山よさこいの。楽しいステージが盛りだくさんです。問い合わせ。スマイル笹山ない。ふれあい感謝祭実行委員会。電話。五五四の一号六六まで。ふるさと一番。市長のホットトーク。 笹山の時代を作ろうユネスコ創造都市の総会でスウェーデンのエステルスンドに行ってきました関空発のフィンエアフィンランドヘルシンキ行きでヘルシンキでスカンジナビア航空に乗り換えスウェーデンのストックホルムへそこでまた乗り換えエステルスンドにやっと到着です私は正直申し上げて飛行機は得意ではないのです ちゃんと飛行機が飛んでいるか気にしとらなければならないのですがこんな長く乗っているともう気にしとれませんでしたエステルスンドは森に囲まれた人口6万人の小さくて美しい町でしたどうしてヨーロッパの町はこんなに美しいのだろうかと思います古い建物が大事にされて受け継がれ高さや色合いも統一感があります 派手な広告看板もありません。治安もよくて安心して外を歩くことができましたびっくりしたのは横断歩道で道路を渡ろうとしていると車がみんな止まってくれるのですだから信号機があまりありませんそれからカード社会でしたバスでもスーパーでもみんなカードですまたスーパーで買い物をしても 日本のように包装したり袋をくれたりはせず環境への配慮も進んでいましたエステルスンドは大都市ストックホルムとは違うまちづくりをし有機野菜などの食でも有名市民も意識の高い人が多くここに移り住んでくる人も多いとのことでした今回のユネスコ創造都市ネットワークの総会は 笹山市にとって認定を受けてから初めての総会でした市長ミーティングでは笹山市は陶芸など文化や農作物街並み自然環境などの魅力を大切に街づくりを進めることや小さくても持続可能な都市発展のモデルを目指していますと発表しましたこの発表でもう終わったものと思っていた矢先司会者から 大きな都市とはどのような電気を持つのか、との問いがありました。私は、大きな都市より小さな町にこそ幸せがある。日本では、電源回帰の流れがある、と答えました。これを通訳するのですが、質問と私の答えが合っていないのではないかと考えてしまい、しばし沈黙です。これがかえって印象深いものとなりました。 篠山市はユネスコ加盟でメキシコやトルコから交流の申し込みも受け世界に発信できる大きな舞台ができました9月21日篠山市で全国京都会議が開催されました全国京都会議とは全国で小京都と呼ばれる京都とゆかりのある町が集うものです京都に似た自然環境 街並み、佇まいがある、京都と歴史的なつながりがある、などが加入資格です。昭和60年に結成され、現在47市長が加盟しています。今月のこんにちは市長室。市長が市政に対してのご意見やご要望をお聞きする場として開催しています。事前の申し込みは不要で、 一人十五分程度の面談形式です。十一月十日木曜日十三時三十分から十六時まで上島公民館であります。問い合わせ秘書課五五二の五一零九まで。読み手は溝端なる子でした。姿勢レーダーです。 全国学力学習状況調査及び笹山市学力生活習慣状況調査の結果をお知らせします市内すべての小学3年生から中学3年生までを対象に全国学力学習状況調査以下全国調査及び笹山市学力生活習慣状況調査以下市調査を実施しました 教育施策の成果と課題を検証し、児童・生徒への教育指導の充実や、学習状況の改善などに役立てていきます。調査により測定できるのは、学力の特定の一部です。教科に関する学力調査です。小学6年生、中学3年生の国語・算数数学は全国調査、それ以外は市調査です。 全国調査の数値は全国平均との比較、笹山市平均正答率引く全国平均正答率。C 調査は目標値との比較、笹山市平均正答率引く目標値です。全国調査の A 問題は主として知識に関する問題、B 問題は主として活用に関する問題です。 国語小3マイナス6小4プラスマイナス0小5プラスマイナス0小6知識プラス1活用マイナス1中1プラス3中2プラス5中3知識プラス1活用マイナス1算数数学小3マイナス6小4マイナス2小5マイナス6 小六知識マイナス一活用マイナス一中一プラスマイナス零中二プラス四中三知識プラス一活用マイナス一理科小四マイナス三小五マイナス三小六マイナス八中一マイナス二中二マイナス五中三マイナス六全国調査では 調査強化において教科全体の平均正答率は全国と同程度です。C 調査では小学3年生の国語と算数小学5年生の算数に課題があり理科では小学6年生および中学3年生で課題があります。同一集団の経年比較でです。全国調査では、 中学3年生は3年前の小学校6年生の時に実施した全国調査の結果と比較します。全国を100とした時の笹山市の値です。国語知識は95から101へ国語理解は91から99へ数学知識では93から101へ。 数学活用では九十一から97へ結果国語数学ともに改善傾向にあることがわかります C 調査では小学5年生と中学2年生の国語は昨年度の C 調査の結果と比較します目標値を100とした笹山市の値です国語は小488から 小五、百へ。中一は九十八から中2、中二、百七へ。結果、国語は改善傾向にあることがわかります。これまでの学力向上の取り組みです。見通しを持って学べる授業づくりでは。篠山市では授業の中で目当てを示し。子どもたちが一時間の学習に見通しが持てるように取り組んできました。 さらに、予習を充実させることで、学習内容や学び方を見通すことができ、主体的な学びが育まれてきています。その結果、予習に取り組む子どもの割合は全国平均を上回っています。各校において、子どもたちの実態に応じた予習の仕方の指導や、子どもの思考が深まる授業づくりに努めている成果が現れてきています。 引き返しのある授業づくりでは一方的な講義形式の授業や一部の子どもの意見だけで進む授業ではなく全ての子どもが自分の考えを持って授業に臨んだり他者の考えに対して意見を述べる機会を持ったりすることで子どもたちが理解を深める授業になるよう取り組んでいます。今後の学力向上の取り組みとして全国調査の報告から 授業の中で目当てが示され振り返りが行われ話し合いが充実していると回答する児童生徒の割合が高いほど教科の平均正当率が高い傾向にありますまた予習をしている児童生徒の平均正当率も高くなっていますそこで笹山市では適切な目当てを示し予習の充実を図ることを通じて 見通しを持った主体的な学びの実現に引き続き続取り組みますまた自分の考えを持って他者の意見に耳を傾け対話することを通して深い学びを実現しますそのために一層聞き返しのある授業を推進し子どもたちが学びを実感できるようまとめや振り返りの活動の充実に努めます。 生活習慣や学習環境等に関する調査です。普段の携帯電話やスマートフォンの使用状況の全国調査です。小学六年生が1時間から2時間、携帯電話やスマートフォンを使用している状況は、平成26年では12.3%、平成27年では9.4%、平成28年では、 8.0%と使用の割合が減少しています中学3年生が4時間以上携帯電話やスマートフォンを使用している状況は平成26年では10.3%平成27年7.3%平成28年では3.7%で使用の割合が減少しています。また 携帯電話・スマートフォンを所持していない小学6年生は、平成26年45%で、平成28年44%と減少しています。中学3年生は平成26年26.2%でしたが、平成28年では21.1%と減少しています。また、携帯電話・スマートフォンの所持率は、 小学六年生で五十六パーセント、中学三年生で七十八点九パーセントでした。家庭や学校における使用に関するルール作りや生活習慣の見直しについて。今後とも取り組みを充実させることが大切です。今年度は市内全学校で児童生徒の自主的、主体的な取り組みの促進のため。 スマートフォン等利用のルール作り事業を実施しています保護者・地域の皆さんへお願いです生活習慣は確かな学力を育むための基礎として大切です笹山市では本年度も5歳児から中学3年生を対象に生活習慣の実態を把握する調査を実施しました 家庭生活の見直しにご協力をお願いします。幼児では、小学校入学前に家庭のルールの見直しをしましょう。小学1年生では、朝、自分で起きられない割合が高くなっています。小学校生活の始まりに合わせて、家庭のルールを見直しましょう。小学生、生活のリズムの変化に注意しましょう。 小学生では小学3年生以降テレビや DVD を見たりゲームをしたりする時間が学年が上がるにつれ長くなりますまた小学6年生では21%が23時以降に就寝,しています就寝時刻などのルールを見直しましょう中学生家庭での時間の使い方を把握してください 中学生では、学年が上がるほど読書量が減り、中学3年生では28%が24時以降に就寝しています。勉強、テレビや読書など、家庭における時間の使い方について家族で話し合いましょう。家庭での対話を充実させましょう。確かな学力を育むためには、生活習慣の充実と合わせて、日常生活における 家族の対話も大切です活発な対話により豊かな語彙が育まれ対話を通して深く思考することが習慣化されます様々な話題で子どもと対話しお互いの考えを交流させましょう笹山市の子どもたちは近所の人に自分から挨拶する割合が小学3年生以上の学年すべてで全国を上回っています また全国調査の結果から小学6年生中学3年生ともに地域の行事に参加する割合が全国よりも高くなっています今後も家庭地域学校が連携を密にし子どもたちの成長を支えられるようよろしくお願いします問い合わせは学校教育課552-5653まで。 平成二十九年度の保育園認定こども園幼稚園児童クラブ学童保育の入園入所申し込みの受付を始めます。保育園認定こども園に関して、保育園とは家庭での保育ができない子どもを保護者に代わって保育する児童福祉施設です。申し込み時にそれぞれの家庭の状況を確認します。 対象は、0歳児から3歳児まで。認定こども園とは、保育が必要な子どもも、必要でない子どもも受け入れて、教育及び保育を一体的に提供する施設です。対象は、0歳児から5歳児まで。保育園・認定こども園の申し込みについて、受付期間は、11月1日火曜日から30日水曜日まで、 同日祝日は除きます先着順ではありません申し込み状況により希望の園へ入所できないことがあります受付場所は市内各保育園高城城東錦木今田市内各子ども園安島笹山富山教育委員会子ども未来課市役所第二庁舎3階市役所各支所 申し込みに必要なもの印鑑子ども未来科各支所、各園備え付けの入所申し込み書就労証明書など家庭で保育できないことを証明する書類65歳未満の同居する家族全員分が必要です。平成28年1月2日以降に転入された方は平成28年度市町村民税課税証明書の写しが必要です。 受付期間中に提出できない場合は後日申し込みされたところに必ず提出してくださいその他として年度途中に入園を予定されている方も受付期間に入園申し込みをしてください私立こども園笹山富山では3歳児の短時間保育朝から昼過ぎまでの保育も申し込みできますすでに在園し 継続して利用される場合は、円を通じて継続申し込みの案内をします。保育料などの納入は、原則、口座振替ですので、手続きをお願いします。今年度に口座振替を利用されていた方は、手続きは不要です。児童クラブに関して児童クラブとは、放課後、家庭において保護者の保育を受けることができない児童を預かり、 生活の場を確保し仲間づくりや生活指導を行うことで児童の健全な育成を図ることを目的としています対象は小学生全学年です現在児童クラブに入所されている方で平成二十九年度も引き続き利用される場合も新たに申し込みが必要ですまた長期休業日のみの利用 春休み、夏休みなども受付期間内に申請が必要です。児童クラブの申し込みについて、受付期間十一月一日火曜日から三十日水曜日まで（同日祝日は除きます）。受付場所は市内各児童クラブ、子ども未来課、市役所第二庁舎三階、市役所各支所、多岐城南児童クラブは。 児童クラブでのみ受け付け付ます入所申し込みに必要なものは印鑑子ども未来科各支所各児童クラブ備え付けの「入所申し込み書」「家庭の状況」「家庭の状況を記入する書類」「就労証明書など放課後家庭で保育できないことを証明する書類」「65歳未満の同居する家族全員分が必要です」 その他として利用料の納入は原則口座掘り替えですので入所承諾決定後速やかに手続きをお願いします今年度に口座掘り替えを利用されていた方は手続き不要です市内に本店支店がある金融機関をご指定くださいゆうちょ銀行は不可です幼稚園に関して 幼稚園とは、学校教育法に定められた学校です。幼稚園教育要領に基づいた教育を行っています。対象は、市内在住の4歳児・5歳児、平成23年4月2日から平成25年4月1日生まれの方です。幼稚園の申し込みについて、受付期間は11月1日火曜日から30日水曜日まで、 同日祝日祝は除きます提出は幼稚園保育時間の都合上できるだけ14時から17時の間にお願いします申し込み方法は該当のご家庭に送付します入園願いなどを市内各幼稚園へ提出してください9月1日以降に市内へ転入された場合には送付されません該当の場合 子ども未来科までご連絡ください預かり保育について保護者が就労などで保育できない園児を対象に実施する幼稚園教教育育時間終了後に行う教育活動です八神城南茅野美滝喜錦南錦北大山古市今田幼稚園の通園区域の方には預かり保育の申込書も同封します 希望される方は、幼稚園入園願いとともに預かり保育の申し込み書を提出してください。現在、預かり保育を利用されている方で、継続して利用される場合も、新たに申し込みが必要です。保育園・子ども園・幼稚園・児童クラブの電話番号をお知らせします。保育園、高城保育園552-2402。2 上等保育園556-2300、西木保育園5930144、今59田保育園597-2200、子供園、安島子供園5940181、笹山子供園5525231、富山子供園5522349、幼稚園、笹山幼稚園5522437、55 八上幼稚園5526236玉水幼稚園5523171岡野幼稚園5526233茅野美幼稚園5562565滝幼稚園5570112錦南幼稚園5931600錦北幼稚園5920034大山幼稚園5960099 城南幼稚園5944193古市幼稚園5950889近田幼稚園5972303児童クラブです笹山児童クラブ5527789富山児童クラブ090-8881-3176安島児童クラブ090-1952-6125 献田児童クラブ5972526錦児童クラブ5930395上東児童クラブ5564566大山児童クラブ080-37820591古市児童クラブ070-23026260城南児童クラブ506-0956 多き児童クラブ554-600問い合わせは子ども未来課552-1115までジェネリック医薬品をご活用ください笹山市国民健康保険では医療費適正化の取り組みとしてジェネリック医薬品の使用促進に取り組んでいますジェネリック医薬品に関するお知らせ 差額通知をお送りします治療にかかる自己負担を軽減することを目的として現在処方されている新薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合自己負担額が一定額以上軽減される方を対象にお知らせを年3回6月10月2月にお送りしています。 今回の対象は、1ヶ月あたりのお薬代・自己負担額が300円以上軽減される方です。ジェネリック医薬品とは、品質や効き目・安全性が同等であるとして、厚生労働省に認められたお薬です。新薬・先発医薬品の特許期間が過ぎてから、知見済みの有効成分を使うことで開発コストが低く抑えられ、 低価格になっていますただし全ての新薬に対しジェネリック医薬品が製造販売されているわけではなく治療内容によっては適さない場合もありますまた医療機関や薬局により取り扱っているものが異なる場合がありますまずは医師や薬剤師にご相談ください 現在、国民健康保険の医療費全体の2割を調剤費が占めています。自己負担の軽減、医療費全体の抑制にもつながります。問い合わせは、医療保険課、五五二の七一零三まで。読み手は辻浅美でした。国民年金保険料控除証明書が送付されます。国民年金保険料は。 納付した全額が所得税税と住民税の控除対象ですこの控除を受けるには保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要です平成28年中納付分の社会保険料国民年金保険料控除証明書の送付時期は1月から9月中に国民年金保険料を送付された方が11月上旬 10月以降に本年初めて納付された方が平成29年2月上旬です年末調整や確定申告まで大切に保管してください万が一控除証明書を紛失された場合は再発行できますので基礎年金番号をお確かめの上西宮年金事務所へお問い合わせくださいなお ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した方の控除に加えられます。ご家族宛に送られた控除証明書も添付してください。11月30日、いい未来は年金の日。年金ネットや年金定期便で、未来の生活設計について考えてみませんか。ご自身の年金記録を確認できたり、 受給見込み額について記録をもとにさまざまなパターンの試算もできたりします年金ネットについては日本年金機構のホームページでご確認いただくか西宮年金事務所にお問い合わせください西宮年金事務所の電話番号はですお問い合わせは医療保険課 552-7103までで J アラートによる緊急地震速報訓練のお知らせです J アラート全国瞬時警報システムは国から発信された情報を瞬時に住民に伝えるためのシステムです。弾道ミサイル情報や緊急地震速報など対処に緊急を要する情報を迅速に伝達します。 笹山市では防災行政無線が自動的に立ち上がり、放送が流れますのでご注意ください。防災行政無線での放送区域は、多岐有線放送、笹山市防災行政無線または西木防災行政無線で防災ラジオまたは個別受信機をお持ちの世帯です。 緊急地震速報にによる訓練放送が11月日日金曜日の10時頃にあります。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間は数秒から数十秒とごくわずかです慌てずに身を守る行動をとるために訓練で実際に行動してみることがとても大切です問い合わせは市民安全課 五五二の一一一六まで。地震による電気火災対策には感震ブレーカーが有効です。東日本大震災の本震による火災百十一件のうち、過半数の五十八件は電気が原因です。地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や 停電が復旧した時に発生すす。る火災です例えば地震で本棚が倒れ雑誌が電気ストーブの周辺に散乱その後電気が復旧し電気ストーブが作動した際に雑誌に着火するまた倒れた家具で電気コードが損傷し通電後ショートして近くの可燃物に着火するなどです。 関心ブレーカーとは地震を感知すると自動的にブレーカーを落として電気を遮断するものです。分電盤タイプは2万万円円からでで工事が必要です。揺れによる重りの落下などの簡易タイプは3,000円から4,000円コンセントタイプは5,000円から2万円差し込み式を除いて工事が必要です。 詳しくは、電気工事店やホームセンターなどにお問い合わせください。問い合わせは、消防本部594-1118まで。11月9日水曜日から15日火曜日までは、秋の火災予防週間です。日頃から火災予防を心がけましょう。 幼少年の防火教育の一環として、市内の幼稚園児及び小中学生を対象に、防火ポスターコンクールを毎年開催しています。今年は331の力作の中から、次の通り受賞作品が決定しました。市長賞、丹南中学校2年生の谷口優さん、市消防庁賞、錦南小学校4年生の 田中太人さん市防火安全協会長賞玉水幼稚園の和田孝義さん優秀賞が城南小学校1年生の中澤さくらさん安島小学校2年生の辻夏樹さん近田小学校3年生の丸山姫香さん城北畑小学校6年生の寺根正斗さん 大山小学校6年生の西島凛さん錦中学校1年生の細見由佳さん近田中学校3年生の橋本奈緒さん入賞は玉水幼稚園の南野玉紀さん安島小学校1年生の水野恭介さん城南小学校2年生の中林瑠アさん安島小学校3年生の小野田 湯野さん安島小学校4年生の前田真修さん城東小学校5年生の青野由良さん錦小学校5年生の近成秀太さん篠山中学校1年生の小達ひなさん丹南中学校2年生の熊谷凛さん錦中学校3年生の安達瑠希さん 受賞作品全20作を11月12日土曜日から20日日曜日まで中央図書館で展示します平成28年度全国統一防火標語は消しましょうその日その時その場所で冬は火を使う機会が増え火災の発生する割合が高い季節です次のポイントを参考に 一人一人が火災予防を心がけてください3つの習慣1寝た箱は絶対やめる2ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する3ガスコンロなどのそばを離れる時は必ず火を消す4つの対策1逃げ遅れ防止のため住宅用火災警報器を設置する。 寝具衣類およびカーテンは防衛品を使用する、3. 住宅用消火器などを設置する、4. お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る設置しましたか住宅用火災警報器。 市内でも、住宅用火災警報器のおかげで、いち早く火災に気づくことができた事例も報告されています。平成23年6月1日から、設置が義務付けられています。すでに設置された方は、適切に維持管理してください。1. 正常に作動するか、定期的に点検してください。2. 電池式のものは電池交換が必要です。交換時期は音声やランプで知らせてくれます。三、電子部品の寿命や電池切れなどが原因で火災を感知しなくなることがあります。10年を目安に警報器本体の交換をおすすめします。設置に関するお問い合わせは消防本部予防課五九四の 一一一八へ。市民救命士講習会に参加しましょう。毎月第一土曜日に市民救命士講習会を開催しています。あなたの大切な人を救うために受講しましょう。十一月五日土曜日の九時から十二時まで。篠山市消防署で行います。内容は。 AED を使用した心肺蘇生法やけがをした時の止血法などです対象は市内に在住在勤在学の中学生以上定員は先着10人まで申し込み期限は11月2日水曜日テキスト代が60円申し込み方法は消防署または 各出張所に備え付けの申込書を提出。市のホームページにも掲載しております。問い合わせは消防署五九四の一一一九まで。年末年始短期里親になりませんか？年末年始短期里親事業は、お正月を家庭で過ごすことができない児童養護施設の子どもたちを 市内の家庭が短期里親となって受け入れ、温かい雰囲気の中でお正月を迎えてもらおうと実施している事業で、今年で55年目です。里子は児童養護施設立正学園の子どもたちで、親の経済的理由による養育困難など、様々な理由で施設に入所し生活しています。この事業を通じて子どもたちが温かい家庭の雰囲気を感じ、 今後、社会的に自立することや家庭を作ることなど、将来を考える一助となることを願っています。近年、短期里親家庭が減少しています。今後も継続していくためには、短期里親の皆さんのご協力が必要です。今年も、子どもたちとの触れ合いを通じて家庭の温もりを伝えていただける里親さんを募集しています。 短期里親期間は12月28日の水曜日から平成29年の1月4日水曜日までです。申し込み期限は11月4日の金曜日です。昨年度の里親さんのコメントです。こちらの方が楽しい思い出をいっぱいもらいました。何一つ変わったことはせず、お隣の牛さんやヤギさんを見てびっくりし、 畑仕事を手伝ってもらい、温泉へ入り、何を食べても喜んでもらい、こちらの方がその素直さに感動してばかりでした。普通の一週間でもあり、あっという間の出来事でした。里子からのメッセージです。里親の方も本当の家族じゃないけど、自分たちの娘のように優しく、時には厳しく接してくださいました。 私はそれだだけで十分幸せだと思えるようになりました。私はそんな気持ちを教えてくれたお父さんお母さんに言葉では言い尽くせないほどの感謝をしています楽しかったことはおばあちゃんとキャッチボールしたことやうさぎのお餅を作ったことですうさぎのお餅を作ったのは初めてでした「ピンクでかわいいうさぎができました嬉しかったです」 おじいさんとお買い物に行ったことも楽しかったですまた篠山に行っておじいさんとおばあさんのところに行きたいです問い合わせは福祉総務課552-7101まで「臨時福祉給付金の申請はお済みですか平成28年度臨時福祉給付金」。 および年金生活者等支援臨時福祉給付金、障害遺族基礎年金受給者向けの支給対象と思われる方に、7月末に申請書を発送しました。受付は平成29年2月1日水曜日までですので、早めの申請をお願いします。なお、対象者で未申請の方には申請鑑賞のお知らせを順次送付します。 申請方法は「同封している返信用封筒を使用して郵送または市役所第二庁舎1階の福祉総務課あるいは各支所窓口へ直接提出申請書を紛失された方は福祉総務課まで申し出てください」支給対象者は平成28年度臨時福祉給付金が 平成28年度の住民税均等割が課税されていない方ただし課税されている方の扶養親族や生活保護の受給者などは対象外年金生活者等支援臨時福祉給付金障害遺族基礎年金受給者向けが平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち平成28年5月分の 障害基礎年金遺族基礎年金等を受給されている方ただし年金生活者等支援臨時福祉給付金高齢者向け3万円を受給された方は対象外です問い合わせは福祉総務課まで笹山の子どもたちに伝えたいのはどんな景観ですか 第六回笹山景観写真コンクールの入賞作品が決定しました作品募集テーマは日本遺産の町笹山の子どもたちに伝えたい景観最優秀賞は下原山の高橋和夫さんの小山組み立て」。優秀賞は三点で東吹器の安井武さんの 古市地蔵本コンサート、京都府福知山市の白木裕二さんの「春日」小田地の阿波野正人さんの「雪化粧」創造農村町づくり賞は2点で二階町の岸本和弘さんの「稲穂風」三田市の西村敏弘さんの「一のの春」 また入選は4点で三田市の大戸正和さんの「乱舞」小田中の北尾輝夫さんの「霧の朝」丹波市の松葉浩一さんの「夜桜に映える大書院」加古川市の山口康弘さんの「大書院で舞う」。なお入賞作品については 10月29日の土曜日11時から笹山市民センターで表彰式を行います。また、応募作品の展示を、11月23日水曜日から12月1日の木曜日までは笹山市民センターで、12月7日水曜日から19日の月曜日までは笹山市役所で、平成29年1月6日金曜日から18日水曜日までは、 中央図書館で行います。なお、閉館日・閉庁日を除きます。展示時間は、開館・開庁時間です。2017年版の景観カレンダーを配布します。笹山の魅力的な景観を身近に感じていただくため、コンクールの入賞作品を使用した卓上型カレンダーを作成しました。 笹山の美しい風景や四季の風物詩が揃っていますポストカードとしても使用できます簡単なアンケートにお答えいただいた方に景観カレンダーをお渡しします11月1日火曜日から笹山市役所本庁舎2階地域計画課各支所中央図書館笹山市民センターで配布を開始しますなお 10月29日土曜日の警官セミナーでも配布します。配布部数は500部で、なくなり次第配布を終了します。問い合わせは、地域計画課552-1118まで。読み手は森下芳子でした。保健福祉の総合情報発信、笹山ホットステーションです。 元気の秘訣は、集って、動いて、楽しんで。がん検診、目指せ、受診率50%超え。10月から B 型肝炎予防接種が始まりました。予防接種法の改正により、B 型肝炎の予防接種が定期化されました。対象者には、10月初旬に通知を送付していますので、ご確認の上、 市内医療機関に予約いただき早めに接種をしましょう対象者の方ですでに接種を済まされた方は接種費用の一部をお返しします対象者と接種回数は平成28年4月1日以降に生まれたゼロ歳児が対象です1歳になる前に3回の接種を終える必要があります生後2ヶ月頃から接種を開始し 3回目を終えるまでにはおよそ半年間かかります B 型肝炎とは B 型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です感染すると一過性で終わる場合とキャリアといいそのまま感染している状態が続いてしまう場合がありますキャリアになると慢性肝炎になることがありそのうち一部の人では肝硬変や肝癌など 命に関わる病気を引き起こす場合もあります予防接種をすると体の中に B 型肝炎ウイルスへの抵抗力、免疫ができます免疫ができることで一過性の肝炎を予防できるだけでなくキャリアになることを予防でき周りの人への感染も防ぐことができますマシン・ハシカに注意しましょうマシンは感染力の強い疾患です マシンにかかったことがなく、予防接種を受けていない方や、予防接種が1回接種であった方、26歳から44歳の方は、十分な免疫を獲得していない可能性があるので、特に注意してください。マシンとは、空気感染、咳・くしゃみなどの飛沫感染、接触感染と様々な経路で起きる病気で、感染力は極めて強いとされています。 マシンに感染した場合は、10日から12日の潜伏期を経て発熱で発症し、重症な場合は肺炎や脳炎を起こすことがあります。どんな症状ですか3から5日間のカタルキは、38度前後の発熱、咳、鼻水、血膜充血が見られます。その後、4日から5日間の発疹期に再び高熱となり、 赤い小さな発疹が耳の後ろから顔面に出始めて次第に手足などに広がりますマシンにかからないためには予防にはマシンのワクチンを接種することが最大の方法ですすでにマシンにかかったことがある人は再びかかることはありませんワクチン接種の有無は母子手帳などで確認してください未接種の方は 予防接種を受けることをお勧めします接種の際は医師にご相談ください定期予防接種の年齢は第一期が1歳の間第二期が小学校就学前の1年ですマシンにかかってしまったら早めに医療機関に相談・受診してくださいマシン患者と直接接していた場合は 受診の前に必ずそのことを医療機関へ電話などで伝えてください。また、人へ移さないように外出は控えましょう。問い合わせは、丹波健康福祉事務所健康管理課、電話0795-73-3764、または健康課、電話594-1117まで。認知症豆知識です。 認知症にも種類がある。認知症で最も知られているのは、アルツハイマー型認知症ですが、それ以外にもたくさんの病名があります。その中には、物忘れが目立たず、しっかりしている時ときと、ぼーっとして時間や場所、人などが認識できなくなるときがある、レビー小体型認知症があります。お店で支払いせずに持って帰ってきてしまう。 毎日、同じ時間に同じ行動を繰り返してしまう前頭・側頭型認知症や、脳梗塞や脳出血の後、物忘れや感情の起伏が激しくなる脳血管性認知症などがあります。脳の障害が起こる部位が異なるので、症状にも違いが出ます。きちんと診断を受けて、それぞれの原因に合った治療や介護をしましょう。 9月末までの認知症サポーター数は、8496人となりました。介護セミナー認知症介護者交流会、UU が11月21日月曜日の13時30分から15時30分まで、笹山市民センターであります。内容は、対談、本人、介護者からのメッセージ、 二人三脚で歩く道で対談者は三田市の男性介護者の会ぼちぼち野郎の竹中高雄さんとさよこさん夫妻丹波認知症疾患医療センター長福井達彦医師です55歳で認知症と診断された妻といつも手を取り笑顔で暮らす夫婦のつぶぐ6年間の物語を聞いてみませんか あなたの介護人生に少しの勇気と安らぎを届けてくれるでしょう。2. 交流会対談を聞いた後には、参加者全員で認知症や介護についての情報交換もあります。家族の物忘れが心配な方、自分で気になる方も気軽にご参加ください。申し込みは地域福祉課、電話552-5346まで。 11月の健康カレンダーです休日診療は3日木曜日担当医師は杉本ボーンクリニック医師6日日曜日近田診療所医師13日日曜日山鳥病院医師20日日曜日中野医院医師23日水曜日河合医院医師 27日日曜日、兵庫医大笹山医療センター医師です。受付時間はいずれも午前が10時から12時まで、午後が13時から16時30分まで、笹山市民センター内の休日診療所であります。都合により医師に変更が生じる場合があります。受診前に一度診療所にお電話ください。 問い合わせは笹山市休日診療所電話552-8910笹山市歯科医電話552-8225まで。長二救急医療電話相談窓口は0795-72-4396対応時間は平日が17時30分から翌日8時まで。 同日祝日は二十四時間対応しています。検診です。試食診による乳がん検診が料金七百円。指定医療機関は河合医院、平野外科医院、岡本病院、西クリニック。試食診とマンモグラフィーによる乳がん検診が二千三百円で。兵庫医科大学篠山医療センターで。 経部子宮がん検診が1200円で、兵庫医科大学笹山医療センター、細見クリニック、田丸産婦人科であります。対象者は20歳以上の女性で、11月までの女性が望ましいです。検診日に市内に住民登録がある方が対象です。いずれもご予約の上、健康保険証を持参し受診してください。 市の行っている検診は毎年4月から翌年3月の間で1回の受診となります受け忘れや重複受診を防ぐために誕生月検診をお勧めしています間違って2度受診すると2度目は全額自己負担となりますのでご注意ください問い合わせは健康課594-1117または笹山市医師会電話 五五二の八二二五まで。読み手は町葉清美でした。育みのコーナーです。今月紹介するのは上島保育園です。育てて作って楽しいな。上島保育園では食育活動を通じていろんなことにチャレンジしています。今年度は初めての試みで地域の方に協力いただき。 23歳児の手植えで田植え体験を始め月月からままでのの間に8回のクッキングをしました。収穫した9種類の野菜を使ったカレーそうめんかぼちゃのチャンプルーごぼうごはんスイカと白玉団子のフルーツポンチなど自分たちで育てた野菜を使っていろんなクッキングに挑戦することで苦手な野菜もおいしく頂い,いています。 また作ったお料理を白滝クラブのお兄さんやお姉さんたちにもおすそ分けありがとうおいしかったよとお礼を言ってもらって上機嫌子どもたちの自信につながっています次はどんなクッキングをするのかドキドキワクワク楽しみにしています今後もクッキングを通して食物に関心を持ち感謝の心を育てていきたいと思います いろいろな経験をすることで、子どもたちの瞳がキラキラする瞬間を増やしていきたいと思います。ある日のクッキングの模様です。クッキングは、園で栽培している野菜を使い、それぞれの年齢に応じてできることをしています。1歳児は、育てているプチトマトを収穫し、3歳児へ届けます。2歳児は、上手にトウモロコシの皮をめくります。 3歳児はエプロンと三角巾をつけてクッキングスタートです。先生に教えてもらったルールをしっかり守り、包丁も上手に使います。0歳から3歳児の縦割りグループで、プチトマトをジップ付きの袋に入れて、みんなでもみもみしてミキサーに入れると、フレッシュトマトジュースの完成です。上等保育園の電話は556-2300です。 僕と私の作品ランドです西木北小学校1年生水口智子さんの絵画「人参を食べているうさぎ」「ピンクの色紙をうさぎの形にちぎりました大好きな人参をいっぱい食べています」「西木北小学校1年生臼杵康介さんの絵画『葉っぱをいっぱい食べるキリン』 麒麟は大きいので画用紙からはみ出すほど麒麟の模様も工夫しました錦小学校5年生田中七江さんの絵画「笑顔の花」シャクナゲは錦の花花がいっぱい咲いているのが家族のようでそんな詩も書きました錦小学校5年生高見空さんの絵画「錦のシャクナゲの花」 ピンク色の花は薄い色から順に何度も塗りました枯れた色の葉っぱの色も工夫しました11月の子育てカレンダーです。2日水曜日2歳児歯科検診平成26年5月生まれの方4日金曜日子育て相談日予約が必要です9日水曜日離乳食教室予約が必要です 10日木曜日、1歳7か月時検診、平成27年3月生まれの方14日月曜日、乳児健康相談、平成28年1月生まれの方16日水曜日子育て相談日予約が必要です17日木曜日、3歳時検診、平成25年5月生まれの方18日金曜日、すくすく相談予約が必要です 19日土曜日パパママ教室平成29年2月3月出産予定の方24日木曜日4か月時検診平成28年7月生まれの方検診相談教室などについては健康五594-1117へお問い合わせください会場はいずれも丹南健康福祉センターです該当者が決まっている検診等は 対象者に個別に案内します。今月の注目イベントです。11月10日、筑くし広場、季節のお話とマジックほかが、11時30分から12時まで、丹南児童館であります。申し込みは不要です。丹南児童館の電話は59、594-1003です。11月15日火曜日、子育て学習講座、 子どもの声が聞こえていますかがあります。時間は十時から十一時三十分まで。場所は敷の森障害学習センター。内容は無人島自給自足体験を通して得た子育て感や夫婦の役割についての講話。講師は NPO 法人障害学習サポート兵庫の山崎誠二さん。対象は四ヶ月から就学前の子どもの保護者。 託児があります6ヶ月から就学前の子ども40人で先着順です11月11日金曜日までに丹南子育てふれあいセンター594-1040までお申し込みください11月26日土曜日子育てグループ交流会来て見て遊ぼがあります市内で活動している登録子育てグループの舞台発表などを見に行きませんか 親子でリズム遊びも楽しみましょう時間は9時30分から12時まで場所は篠山市民センターです内容は子育てグループによる舞台発表と作品展示町の子育て広場アドバイザー中村美穂さんによるリズム遊びです対象は4ヶ月から就学前の子どもと家族20組先着順です 十一月二十四日木曜日までに笹山子育てふれあいセンター五五六の二一零零までお申し込みください。施設情報です。中央図書館視聴覚ライブラリーからのお知らせです。図書館祭り応援一日図書館員を募集します。十二月四日日曜日と十二月十一日日曜日の九時三十分から十一時三十分までと。 15時から17時まで、カウンターでの本の貸し出しや返却、本の整理作業などをしていただきます。募集は、小学5年生から高校3年生までで、確実、それぞれの時間帯2人ずつの合わせて8人です。申し込みは、中央図書館・笹山市民センター図書コーナーに備え付けの応募用紙を提出してください。これまでに一日図書館員を経験したことのない方のみ、お申し込みください。 応募者多数の場合は抽選になります。申し込み期限は十一月十三日日曜日です。映画アニメ上映会のお知らせです。大人向け逃亡者吹き替え字幕ありは十一日金曜日の。十四時から十六時十分までと十二日土曜日の十五時から十七時十分まで。子供向けハメルンの笛吹きは十三日日曜日。 20日,日曜日のいずれも14時から15時まで中央図書館視聴覚ホールであります。ボランティアサークルの皆さんによるお話し会は8日15日22日29日の火曜日3日木曜日5日12日19日26日の土曜日 10日、17日、24日、木曜日は、笹山市民センター図書コーナーで、親子ふれあいタイムが行われます。お話会は11時からです。気軽に映像を編集して、丹波笹山ビデオ大賞にチャレンジしましょう。チャレンジ部門では、笹山新発見・再発見の2分以内の作品も募集中。例えば、自治会活動 サークル活動頑張っている人。伝統文化。とっておきの景色。笹山の特産など。視聴覚ライブラリーの編集室では撮影した映像データをパソコンで編集できます。使い方は職員がわかりやすく説明します。ビデオ対象への応募は十一月三十日水曜日筆着です。図書館の休館日は一日火曜日。七日。 十四日、二十一日、二十八日、月曜日、三十日、水曜日です。三日、二十三日祝日は市民センター図書コーナーのみ休館です。図書館の電話は五九零の一三零一。ホームページは笹山市立中央図書館で検索してください。視聴覚ライブラリーは丹波笹山 TV で検索してください。

自由席三千五百円、自由席のみ高校生以下は千円で好評発売中です。恵比寿ディエンターテインメント2016は12月23日金曜日祝日18時開演です。ダンスパフォーマー恵比乃健一が見せる世界最高峰の総合エンターテインメント。全席指定で入場料は一般五千円。トムの会と。 5名以上のグループは4500円で好評発売中です。ステージオペレータークラブ、SOC 主催、丹波笹山カラオケ名人の出場者を募集します。あなたのステージをホールスタッフが全力演出。スポットライトを浴びてプロのように歌いませんか開催は2月19日日曜日、10時開演です。 歌って楽しみたい方で前日2月18日のリハーサルに必ず参加できる方ならどなたでも応募できます18歳以下は保護者の同意が必要です定員は100組応募者多数の場合は抽選にて決定します出場費は出場者1名につき2000円グループ参加など2人目以降は1000円ずつ追加になります 応募締め切りは、12月3日土曜日、必着です。詳しくは、ホールのホームページをご覧ください。丹波田園公共ホールの電話は55、552-3600。ホームページは、公共ホールで検索してください。チルドレンズミュージアム、チルミュからのお知らせです。地域の方への催しです。ノルディックウォーキングが、 10日、24日、木曜日の10時からあります参加費は1000円とポールレンタル代500円ですグラウンドゴルフに芝生を開放します日時は16日水曜日の10時から料金は大人200円、子供100円、市外の方は倍額です道具の貸し出しができます歌声喫茶は24日木曜日の14時から 料金は飲み物、特製お菓子付きで700円です。いずれも入館は無料ですが、他の施設のご利用はできません。11月の開館日の催しです。人形劇があります。3日と23日は人形劇団クラルテ。6日はポンチャン劇場によるサルドン・カニドン。13日、テンテンマルによるウサギとオオカミです。 イベントとワークショップは6日フライフィッシングビッグマシュマロ焚き火焼き12日13日秋のキノコビザ13日エース遊びの学校23日かまどの日は収穫祭の餅つき26日27日自然のクリスマスリースです18日19日20日は丹波篠山人形劇フェスタがあります 笹山市内の古民家や伝統的建物を舞台に、いろんな人形劇がやってきます。参加バッジで三日間見放題。笹山の語り部サークルふるさとや。子供劇団、菜の花、虹色団も活躍します。催しは予告なく変更になることがあります。詳しくはホームページ、またはお電話にてご確認ください。チルミューの電話は五五四の六零零。 ホームページは、http//www.chirumyu.jp です。錦運動公園温水プール芝グラウンドからのお知らせです。寒い時期こそ水中運動をしましょう。寒くなり、つい家にこもってしまう季節。運動不足になり太りやすい。 そんな時期だからこそ、錦木運動公園に足を運んでみませんか。水温31度前後の温水プールなので、適度な水温で水中運動ができます。雨の日や雪の日でも天候に関係なく続けられ、生活習慣病の予防に最適です。まずは、1回30分から1時間程度から始めてみましょう。水着をお持ちでない方も安心してください。水着やキャップなどの販売、 キャップのレンタルも行っております水着のレンタルはありません子供向け冬の体験教室をただいま準備中です内容は冬休み短期水泳教室と12月1ヶ月お試し教室です詳しくはホームページでまたはお問い合わせください錦木運動公園温水プール芝グラウンドの電話は590-8118 笹山総合スポーツセンターからのお知らせですアロマストレッチ教室がありますアロマを炊いてゆったりとストレッチ肩こりの予防、腰痛改善など日頃の疲れを癒しませんか教室は毎週金曜日13時30分から14時10分までと19時から19時40分まで定員は先着順に20人参加費は一般500円 ジム回数券お持ちの方は100円です。動きやすい服装でお越しください。マラソンサークル・ダイエットサークルの参加者募集中です。一緒に活動しませんかマラソンサークルは毎週火曜日、ダイエットサークルは毎週木曜日のいずれも19時から20時30分までです。詳しくはお問い合わせください。催しのご案内です。 6日、エアロ祭りがあります。大阪で大好評のイベントが笹山に。エアロビクス初心者から経験者まで誰でも参加できます。対象は18歳以上で、内容は初級エアロ、中級エアロ、ストレッチ講座、介護予防教室などです。23日、子ども秋のスポーツアウトドア祭りがあります。ロープクライミング。 木登り体験、パラグライダーなど初めてにチャレンジ。君の可能性は無限大。対象は4歳から小学校6年生までと保護者。いずれの催しも参加費が必要です。詳しくはお問い合わせください。笹山総合スポーツセンターの電話は552-8681。丹波並木道中央公園からのお知らせです。 第2回邦楽ふれあいコンサートが13日日曜日13時から15時までかやぶき民家であります童謡や古典を尺八や琴で奏でますレッツ・ノルディック・ウォーキングが20日日曜日10時から12時まであります対象は小学生以上で参加費は1000円とポールレンタル代500円予約が必要です定員になり次第締め切ります 花と緑の教室、クリスマス飾り方教室の実習が25日金曜日の13時30分から15時まであります。定員は25人、参加費は3200円です。17日木曜日の17時までに予約してください。子供クラフトが26日土曜日の13時30分から15時まであります。 対象は幼児以上で、小学校3年生未満は保護者が同伴してください。定員は16人、参加費は300円から500円です。24日木曜日までに予約してください。プリザーブドフラワークリスマスアレンジメントが、27日日曜日の10時から12時までと、13時30分から15時30分まであります。 定員は20人で参加費は3,500円です。予約が必要です。定員になり次第締め切ります。大人の木工教室スライド式本棚が12月3日土曜日の10時から15時まであります。定員は5人で参加費は1,500円です。11月26日土曜日までに予約してください。丹波並木道中央公園の電話は、 594-0990笹山の森公園からのお知らせです秋の里山祭りが13日日曜日の10時から15時まであります内容は木工クラフト木のおもちゃ焼きそばカレー農産物販売などです先着50人にしし汁の振る舞いがあります草木で染めようそよが 十八日金曜日の十時から十五時まであります。対象は大人で、定員は十五人、参加費は五百円です。T シャツ一枚分の大きさまでの天然素材の布などが必要です。竹筒パンを作ろうが、十九日土曜日の十時から十四時まであります。対象は小学生以上の親子で、定員は二十人、参加費は五百円です。 秋の登山、紅葉の美山に登ろうが、二十三日水曜日祝日の九時三十分から十五時三十分まであります。小雨結構です。対象は小学生から大人で、参加費は百円です。山歩きができる服装、登山靴で参加してください。どんぐりを使ったおもちゃを作ろうが、二十六日土曜日の十時から十五時まであります。 対象は小学生から大人で、定員は15人、参加費は200円です。椎茸作り全2回の第1回原木の伐採が、26日土曜日の10時から15時まであります。対象は大人で、定員は20人、参加費は500円です。第2回は平成29年3月5日日曜日にあります。 催し物の参加には、いずれも申し込みが必要です。先着順に受け付けます。人権のコーナーです。丸井の人権メッセージ働くママの時間管理術女性のための働き方セミナー社会保険労務士西本事務所特定保険労務士西本京子さんのお話です。 家事や育児しかしたことがないからと不安に思う必要はありません結婚や出産を機に離職し子育てや家事をこなしていく中で相手の都合に合わせ他者を許す力を身につけながら生活していますその力は社会復帰した時大きな力になります夢は期限を決めることで現実的な目標となります 日々の行動の優先順位を決め、廉価製品も上手に使って家事を時間短縮し、家族の助けも上手に求めましょう。私の思いを相手に響かすために、何考えてるん自分でやればなど、相手の行動に対する支持的な言葉ではなく、しんどいからちょっと手伝って、私の分も一緒にお茶入れて、など、自分の気持ちを素直に表現することが大切です。 毎日少しずつ意識を持って生活することで夢は実現に近づきます心地よい毎日のための自分マネジメントポイント独りよがりにならずに他者に話す自分も他者も大切にする会話を心がける目標を持って生活する自分磨きをする努力を惜しまないプラス思考の口癖を習慣づける 問い合わせは人権推進課、五五二の六九二六へ。読み手は田中久美子でした。十一月の相談です。人権相談が二日水曜日十三時三十分から十六時まで。今度はまちづくりセンターで。四日金曜日の九時から十一時三十分まで。団欒健康福祉センターで。二十五日金曜日の九時から十一時三十分まで。篠山市民センターで。 祝日を除く毎週月曜水曜木曜金曜日の9時から16時まで市役所第2庁舎1階であります問い合わせは貝原人権擁護委員協議会電話0795-72-0176または人権推進課552-6926まで行政相談が2日水曜日13時30分から16時まで混んだまちづくりセンターで 4日18日いずれも金曜日9時から11時30分まで丹南健康福祉センターで11日25日金曜日9時から11時30分まで笹山市民センターであります問い合わせは市民共同課552-5112まで心配事相談が2日水曜日13時30分から16時まで近田町づくりセンターで 4日18日いずれも金曜日9時から11時30分まで湛南健康福祉センターで11日25日いずれも金曜日9時から11時30分まで篠山市民センターであります問い合わせは篠山市社会福祉協議会5 9 0の1 1 1 2まで消費生活相談が2日水曜日13時30分から16時まで今田まちづくりセンターで 4日金曜日9時から11時30分まで丹南健康福祉センターで祝日を除く毎週月曜日から木曜日の8時30分から16時30分と祝日を除く毎週金曜日の9時から16時まで市役所第2庁舎1階であります問い合わせは市民共同課篠山市消費生活センター552-1186まで。 福祉総合相談窓口相談会の高齢者障害者権利擁護専門相談が8日22日いずれも火曜日13時30分から15時30分まで市役所第2庁舎1階で司法書士または弁護士社会福祉士が対応します。予約が必要です。 高齢者心の相談、認知症などの相談が、十八日金曜日十三時三十分から十六時三十分まで、笹山市民センターであります。専門医、相談員が対応します。予約が必要です。介護セミナー、認知症、知っておきたい基礎知識が、二十一日月曜日十三時三十分から十五時まで、笹山市民センターであります。 問い合わせは、地域福祉課552-5346まで。健康相談・町の保健室が、12日土曜日11時30分から13時30分まで、笹山市民センターであります。問い合わせは、看護協会阪神北支部、または健康課594-1117まで。教育・悩み相談が、 土曜・日曜祝日を除く毎日9時から12時までと13時から16時30分まで市役所第2庁舎3階であります。問い合わせは笹山市教育支援センター552-5824まで女性のための悩み相談が祝日を除く毎週月曜火曜木曜金曜日の9時から16時まで市役所第2庁舎1階であります。 問い合わせは人権推進課552-6926まで結婚相談が毎週火曜木曜10時から18時30分までと毎週土曜日曜日の10時から17時まで篠山市民センターであります祝日は除きます問い合わせは結婚相談室リング552-3455まで発達相談が 祝日を除く毎週火曜日から金曜日までの十時から十六時まで笹山養護学校であります。問い合わせは笹山養護学校学びサポートルーム五五二の五二三七まで。不登校引きこもり当事者家族会が二十三日水曜日祝日十九時から二十一時までしきの森り障害学習センターであります。問い合わせは地域福祉課五五二の七一零二まで。 精神障害者家族相談会が14日月曜日の13時30分から15時45分まで東沢田の障害者総合支援センタースマイル笹山であります精神障害者相談員が対応します予約が必要です問い合わせは地域福祉課552-7102まで 精神保険福祉相談のアルコール相談が8日火曜日13時15分から式の森障害学習センターであります予約が必要です問い合わせは丹波健康福祉事務所地域保健課079573-3767まで年金事務所による年金相談の出張年金相談が 10日木曜日12時から15時30分まで笹山市民センターであります相談時間延長は毎週月曜日19時まで西宮年金事務所であります祝日の場合は翌日に開催します休日開設日は12日土曜日9時30分から16時まで西宮年金事務所であります年金手帳など基礎年金番号がわかるもの 本人ががいけない場合は委任状が必要です。問い合わせは西宮年金事務所0798332944まで無料法律相談が11月15日と12月6日火曜日13時30分から15時30分まで笹山市民センターであります受付は15日が11月1日火曜日9時から12月6日が 11月15日火曜日9時から先着順です兵庫県弁護士会が対応します相談は一人30分1年に1回です問い合わせは市民共同課552-5112まで司法書士による無料法律相談が19日土曜日13時30分から16時まで笹山市民センターであります 問い合わせは司法書士会丹波支部の犬山さん。五九四の二二三三まで。相続、農地、空き家の手続き、無料相談が。十二日土曜日。十三時三十分から十六時まで。笹山市民センターであります。問い合わせは。兵庫県行政書士会摂丹支部の。上田さん。五五六の。二二五零まで。 家庭児童相談ひとり親母子相談父子相談が土曜日曜祝日を除く毎日市役所第二庁舎1階であります問い合わせは福祉総務課552-7101まで農業担い手相談が土曜日曜祝日を除く毎日市役所第二庁舎2階であります 問い合わせはノート制作課内の農業担い手サポートセンター。五五二の一一一四まで。外国人相談が毎週水曜日九時から十二時まではフィリピの語と中国語で。十三時から十六時まではポルトガル語と英語で行います。祝日は除きます。予約が必要です。問い合わせは N. P. O. 法人笹山国際理解センター。五九零の八一二五まで。 ふるさとの貴重な動植物です。今月は七節科のトゲ七節です。大きさは57ミリから75ミリメートル。時期は6月から12月に見られます。トゲ七節は太いボディにもかかわらず枝にそっくりです。トゲにも毒はなく、刺すためでもなく枝に似せるためのようです。食べるものも トゲのある茨などを好みますカムフラージュも徹底していますオスは京都で一例だけ発見されていますがメスだけで繁殖する単位生殖です秋になると日当たりの良い山裾に現れます笹山自然の会丹波笹山自然塾虫クラブ代表大塚豪二さんの協力でした読み手は伊塚八重子でした リビングインフォメーションです笹山市喫茶店があります11月1日火曜日から13日日曜日まで北新町の大手前南駐車場でおよそ308の喫茶を展示します問い合わせは商工観光課内喫茶同公会552-6907まで 滝連山アルペンルート登山があります市内最高峰の御岳登山のほかよさこいケンタッキーズなどのステージごま包も餅まき抽選会があります11月6日日曜日8時30分集合ですただし雨天は中止しますコース集合場所は1笹山御岳コースが伊丹産業グランド前 に、錦御岳コースが、栗里から健康広場です。問い合わせは、商工観光課内、滝連山アルペン協議会。五五二の六九零七まで。プロが教える、ガラス工房体験教室があります。ガラスのペンダント作りは、十一月八日火曜日。十三時三十分から十六時三十分まで、清掃センターであります。 対象は市内または丹波市三南地域に在住の方で定員が先着順10人です参加費は2000円申し込みは電話にて受け付けます台風などの影響で中止した9月20日火曜日分の振り替え開催です問い合わせは清掃センター596-0844まで 笹山市企業紹介展があります。市内企業の開発製品や技術サービスなどを紹介。三十社を超える企業が出展します。十一月八日火曜日から二十日日曜日までは笹山市民センターで、十一月二十二日火曜日から十二月一日木曜日は笹山市役所本庁舎市民ホールで、いずれも。 会会館・会長時間内です問い合わせは企業振興課552-5796まで外来生物捕獲大作戦がありますミシシッピーアカミミガメの捕獲や肥料化に関する報告外来魚の捕獲体験を通して外来生物について学習します11月13日日曜日9時から12時まで「 神戸大学笹山フィールドステーション笹山城跡南堀で内容は実際に亀に触れながら生態や捕獲の必要性を学習地味毛網を使った外来魚の捕獲体験です申し込み期限は11月9日水曜日申し込み方法は氏名連絡先参加人数をメール兵庫アンダーバー D. I. V. アットマークシティドット笹山ドット兵庫ドット J. P.。または電話で受け付けます。長靴汚れても良い服装で参加してください。問い合わせはノート環境課五五二の一一一七まで。介護サービス事業者協議会創立十五周年記念講演会があります。 元気な今だから始めようさよならの準備エンディングノートの意義と書き方を伝授します介護サービスを提供している事業者で組織する篠山市介護サービス事業者協議会が主催する講演会です関係者だけでなく市民の方も参加できますこの機会に人生の最後を考えてみませんか11月25日金曜日、金曜 18時時分から21時まで記念式典に続き講演会を開催します場所は式森障害学習センターで講師は福井県大井町那田省診療所所長中村真一さんです問い合わせは地域福祉課552-6928までふるさとを知ろうの催しがあります 笹山の自然歴史遺産を学習します今回は丹波焼きの里の見学を計画しています11月19日土曜日9時から16時まで集合場所は笹山市民センターは9時で丹南健康福祉センターは9時15分です内容は県指定最古の上り窯の釜焼き末の里 兵庫陶芸美術館の見学です。参加費は昼食代五百七十円。兵庫陶芸美術館入館料千円。末野里入園料二百円。当日集金します。申し込み期限は十一月十日木曜日。申し込みは電話にて受け付けます。問い合わせは社会教育文化財課内。笹山ユネスコ協会。五五二の。 まで安全安心な笹山をつくる市民の集いがあります振り込め詐欺撲滅地域安全防犯活動ストップ・ザ・交通事故暴力追放各種表彰のほか丹波笹山ふるさと大使マルチーズによる防犯などの講演会も行われます。11月日日土曜日 13時30分から16時まで式の森障害学習センターであります問い合わせは市民共同課552-5112まで福住祭があります笹山篠ノ目高校と福住地区合同の文化祭です高校で取り組んでいる地林整備の研究発表も行いますどなたでも参加できます 11月20日日曜日9時30分から15時まで笹山篠ノ目高校であります。問い合わせは笹山篠ノ目高等学校557-0039まで。いざ出陣笹山城戦国祭りがあります。笹山城が戦国ムード一色に、甲冑や戦国時代にちなんだ衣装のスタッフが皆さんをお迎えし、 戦国武将体験や家紋講座を開催します11月23日水曜日祝日10時から16時まで笹山城大書院であります参加費は戦国武将体験特殊紙製甲冑の着付け体験大人1500円入館料が別途必要で大人400円市内小中学生は入館無料です 当日のボ手作り紙アスタッフを着てり紙甲冑を着,て甲冑着付け体験者の着られ隊になってみませんか高校生以上の方を募集します問い合わせは笹山城大書院552-4500まで講習会子供を見守る気になる子供の理解があります子育て支援者向けの内容で どなたででも参加できます11月24日木曜日10時から11時30分まで式の森障害学習センターであります講師は NPO 法人保育ネットワークミルク理事長の小泉雅子さん託児は予約が必要ですが会員優先で5人まで申し込み期限は11月17日木曜日問い合わせは ファミリーサポートセンター590-1388までふるさと創生小学生第2次の募集ですふるさとに誇りを持ち地域社会に貢献できる人材を育成するための奨学金制度です経済的理由などにより就学が困難な生徒に対応しますなお奨学金の開始は平成28年12月分からとなります 応募資格は市内在住で高等学校などに在学し学校長の推薦がある方奨学金の貸与額は国公率が月額1万円私立が月額2万円申し込み期間は11月1日火曜日から30日水曜日まで申し込み方法は教育総務課または各支所に備え付けの申請書私 ホームページにも掲載している申請書を提出してください問い合わせは教育総務課552-5709までバイオマスストーブの購入費の一部を助成します新エネルギー・省エネルギー普及促進補助について薪ストーブ・木質ペレットストーブなどのバイオマスストーブ導入に係かかる費用の一部 上限5万円を助成します補助対象経費はバイオマスストーブ本体製品価格10万円以上中古品リース品を除くバイオマスストーブの購入にかかる本体煙突排気管および排気灯購入費設置工事費です申し込み期限は平成29年3月31日金曜日まで。 4月1日以降に設置された方が対象先着順早期終了の場合がありますこのほかにも太陽光発電システムの導入やエコカー購入などに助成があります問い合わせはノート環境課552-1117まで市営住宅などの入居者を募集します公営住宅募集住宅と個数 池上の京口団地 3DK2 個うち1個は子育て世帯枠宮田のヌーベル錦団地 3DK1 個一山の一山団地 3LDK1 個安島南安島真の音羽住宅 3DK2 個うち1個は子育て世帯枠近田町近田の近田団地 3DK1 個 家賃は1万9千円から4万3 7七百円まで住戸により異なります主な入居要件は1原則同居する親族があること高齢者の方などは単身入居可能です2入居者同居親族の所得月額の合計が15万8千円以下の世帯であること高齢者世帯などは 21万千円以下3連帯保証人が2人あることです特定公共賃貸住宅募集住宅と個数本郷の春日団地釈投げ団地小塩団地 3LDK6 個いずれも子育て世帯枠家賃は3万9千円から7万1千円10戸により異なります入居要件は 公営住宅と異なります。詳しくくはお問いい。合わせください申し込みについて申し込み期間は11月14日月曜日から18日金曜日まで申し込み方法は地域計画課または各支所に備え付けの申し込み書および公開抽選会参加者届出書を提出してください私立賃貸住宅 東武器の茶の花ハイツについては、随時入居者を募集しています。問い合わせは、地域計画課、五五二の一一一八まで。上下水道課から。綺麗で安全な水道水を供給します。上水道課では、毎月。水道法に基づいた水質検査を行っており、検査の結果は。 水質基準をすべてクリアしていましたのでお知らせします問い合わせは「上水道課552-5093休日夜間連絡先」「552-0241」まで「市税国民健康保険税の休日納税相談のお知らせです」「仕事の都合などで平日に市役所に行くことが難しい方などは」 ぜひこの機会をご利用ください。11月12日土曜日、13日日曜日の9時から12時まで、市役所本庁舎1階6番窓口税務課であります。問い合わせは税務課552-6927まで。女性のためのチャレンジ相談のお知らせです。再就職や何かを始めたいと思っている方へ。 専門の女性相談員が個別であなたのお話をじっくりと聞いてアドバイスや情報提供をします11月11日金曜日と12月16日金曜日10時から13時まで笹山市民センターであります講師は2級キャリアコンサルティング技能士産業カウンセラーの深田由香さん定員は先着順で確実3人 ただし一人の相談時間は50分です。おおむね10ヶ月から小学校就学前の子供の託児はあります。問い合わせは人権推進課552-6926まで。一員谷自治会が備品を整備されました。一員谷自治会ではコミュニティ活動の推進のため、一般財団法人 自治総合センターの宝くじ普及広報事業の一環であるコミュニティ助成事業の助成を受けてエアコンなどのコミュニティ備品を整備されました問い合わせは市民共同課552-5112まで読み手は森口恵でした兵庫県最低賃金が改正されました 兵庫県最低賃金改正前794円が10月1日から時間額819円に改正されました最低賃金はパートタイマーアルバイトなどすべての労働者に適用されます問い合わせは兵庫労働局労働基準部賃金課電話078-367-9154まで 11月は労働保険適用促進強化月間です社員・従業員・アルバイトなど労働者を一人でも雇い入れた事業主は労働保険・労災保険・雇用保険の加入手続きをして労働保険料を申告・納付することが義務付けられています加入手続きをされていない事業主は従業員が安心して働けるように 今すぐ労働基準監督署に連絡してください。問い合わせは。伊丹労働基準監督署。電話。零七二。七七二の。六二二四。または。ハローワーク貝原笹山出張所。五五二の。零零九二まで。市役所本庁舎の外壁改修工事を行います。工事期間は。 10月22日土曜日から平成29年2月中旬までご迷惑をおかけしますが、来庁の際はご注意ください問い合わせは、関材契約課552-5197まで人権に関する意識調査のお願いです無作為に抽出した2000人の18歳以上の皆さんを対象に 人権に関する意識調査を郵送しています調査票が届いた方は調査の趣旨をご理解の上ご協力をお願いしますこの調査は無記名ですので個人の情報が漏れて回答された方に迷惑をかけるようなことは一切ありません調査期限は11月11日金曜日 回答いただいた調査票をもとに集計・分析を行い、調査結果をまとめます。市・ホームページなどで調査結果を公表します。問い合わせは、人権推進課552-6926まで。11月は、児童虐待防止推進月間です。差し伸べて、あなたのその手、いち早く。 児童虐待に関する相談件数は依然として増加しており、特に子どもの生命が奪われるなど、重大な事件が後を絶たない状況です。複雑対応化する生活環境において、一人一人が児童虐待問題についての理解を深め、主体的な関わりを持つことが重要です。児童虐待は特別なことではなく、あなたの身近なところで起こり得るものです。 虐待ではと思った時の連絡先は「児童相談所全国共通ダイヤル電話189」「川西こども家庭センター丹波分室079573-3866」「川西こども家庭センター内の児童虐待防止24時間ホットライン」0「0 7 2 7 5 9の 7799福祉総務課552-7101です問い合わせは福祉総務課552-7101まで平成27年度の教育委員会の取り組みを点検・評価しました教育委員会では効果的な教育行政の推進に役立て市民の皆さんへ説明するため 笹山の教育主要施策版で推進目標として掲げてきた施策について点検評価をしました。市ホームページに掲載しているほか、教育総務課、中央図書館、笹山市民センター図書コーナーでも閲覧できます。問い合わせは教育総務課五五二の五七零九まで。週期 当期のため池の適切な保全管理をお願いします。ため池は農業用水を貯めるだけでなく、水害を予防・軽減する防災施設や動植物の貴重な生息空間でもあります。農業用施設としてはもちろん、防災や環境学習などの面でもため池は地域の資産です。清掃や貝堀をはじめ、施設を適宜点検いただくなど、 地域にて適切な保全管理をお願いします。問い合わせは、ノート環境課、電話552-1117まで。狩猟が解禁されます。狩猟期間は、11月15日火曜日から平成29年3月15日水曜日まで。日本自家とイノシシ以外の狩猟期間は、2月15日水曜日までです。 地域住民や入山者の皆さんへ目立つ服装を心がけ見通しの良い道を利用する迷彩服は厳禁。歯科に誤認されるため白色タオルも控える罠設置の看板標識がある場所へは近づかない存在を相手に知らせるため鈴やラジオも携行する熊よけのためにも。 狩猟者の皆さんへルールを守り狩猟事故ゼロを目指しましょう問い合わせはノート環境課552-1117まで月のワグマが住む森に入る方へ自然豊かな市内には月のワグマが生息しています最近テレビなどで報道されていますが過度に怖がる必要はありません なぜなら本来月のワグマは警戒心がとても強く人を恐れる動物で進んで人を襲うことはありませんただしばったり出会うなどすると身を守るために攻撃してくることがあり大変危険です心がけることは1音の出るものを持参する雨の日や川沿いでは特に大きな音で2 危険性が高いのは夕方から朝森に暮らす月のワグマは中高性昼間に行動する動物ですが人里に降りて活動する時には夜行性に変わります、3. 出没情報をチェック携帯電話などにメール「笹山出干し防災ネット」でお知らせしています登録は「笹山」 アットマーク防災ドットネットにカラメールを送信し、返信されるメールから手続きを行ってください。目撃された集落周辺では、残飯や生ごみなど餌付けとなるようなものは家の外に放置しないでください。また、収穫しないままの果樹、柿なども月のワグマを引きつける要因になります。不要であっても必ず収穫することが大切です。 問い合わせは、ノート環境課552-1117まで。成人式の案内状は届きましたか新成人の皆さんへのご案内は、平成28年9月1日現在の笹山市住民基本台帳をもとに、10月上旬に送付しています。就職や進学などで、 市外に住所を変更されている方で参加を希望される方案内状が届いていない方申し込みがお済みでない方は成人式実行委員会までご連絡ください成人式は平成29年1月8日日曜日14時から受付は13時30分から場所は丹波田園公共ホールです。対象は 平成八年四月二日から平成九年四月一日生まれの方です。問い合わせは中央公民館内の成人式実行委員会。電話五九四の一一八零まで。私たちの地球のために、笹山エコ日記です。笹山的エコツーリズムに取り組んでいます。市では。 農村地域における観光振興自然環境保全を目的としたエコツーリズムを推進すべく本年度より笹山市エコツーリズム推進協議会を設立しましまた協議会ではこれから自然観光資源の調査としてモニターツアーを実施しながら市が目指すべきエコツーリズムの到達点とそこに至る取り組みの方法を取りまとめた エコツーリズム全体構想の作成に取り組んでいきますモニターツアーは9月22日に八代地区で獣害対策をテーマに実施しました阪神間からのツアー参加者と農村風景を楽しみながらレンタサイクルで現地まで向かい栗拾いなどの体験プランを通して地元の方と交流しながら NPO 法人里地里山問題研究所 里門代表の鈴木克也さんを講師に市の獣害の現状と対策について学習しましたツアー参加者と地域住民の方からツアー内容などについて意見を伺い本格実施に向けての課題を整理しました今後もいろいろなモニターツアーを企画実施しエコツーリズムの可能性について考えていきます問い合わせは ノート環境課五五二の一一一七まで。消費生活情報です。海外旅行はパスポートの残存有効期間の確認を楽しみにしていた海外旅行も思わぬトラブルで行けなくなる場合があります。空港で搭乗手続きをしていたらパスポートの有効期間はあるのに。 残存有効期間が足りないとして出発できなかったという相談もあります旅行会社が企画・募集する海外旅行海外募集型企画旅行のカタログなどには必要な残存有効期間が記載されています。国によって違いますが入国時またはビザ申請時にパスポートに一定以上3ヶ月から6ヶ月が多い 一定以上の残存有効期間が残っていることが条件とされている場合があります旅行会社は旅行者が有効なパスポートを持っていることを条件に契約を交わしていますそのためパスポートの残存有効期間の説明義務はなく旅行会社がパスポートの確認をしていない場合もありますパスポートは自己管理責任が原則ですので 残存有効期間の確認は大変重要です最新の情報を旅行会社や外務省で確認しましょう問い合わせは消費生活センター電話552-1186まで暮らしの情報番です環境衛生について休日のゴミの持ち込みは 十一月二十三日水曜日祝日。九時から十一時四十五分までと。十三時から十六時までです。清掃センターで受け付けます。問い合わせは清掃センター。五九六の零八四四まで。粗大ごみの個別収集は。十一月九日水曜日。手数料は千百円です。 11月7日月曜日までに市民衛生課または各支所までお申し込みください問い合わせは市民衛生課552-6253まで資源ごみの拠点回収は11月9日水曜日7時から10時まで市役所第二庁舎前各支所前清掃センターで受け付けます 清掃センターのみ受付は、時時分から10時までです。詳しくはごみ分別カレンダーをご覧ください問い合わせは市民衛生課552-6253まで証明書の発行などについて日曜窓口は毎月最終日曜日です今月は11月27日日曜日 8時30分から12時まで時間外延長窓口は開庁日の毎週火曜日17時15分から19時まで問い合わせは市民課552-5242まで今月の納税です11月は国民健康保険税5期を納める月です 納期限は十一月三十日水曜日。忘れずに納期内に納めましょう。十一月十一日金曜日から十七日木曜日は税を考える週間です。問い合わせは税務課。五五二の六九二七まで。人の動きです。平成二十八年九月末現在の篠山市の人口は。 42,696人で前の月と比べて一人減りましたそのうち女性は2万2,189人で9人減り男性は2万507人で8人増えました世帯数は1万7,147世帯で4世帯増えました第3回丹波笹山人形劇フェスタを 11月18日金曜日から20日日曜日までの3日間市内の伝統的建物など13箇所で開催しますオープニングイベントは11月18日金曜日10時から辰町の小田垣商店にてオープニングセレモニーを開催します大道芸やイベントがいっぱいです全国からプロ・ アマチュアの人形劇団が大集合。伝統的建物を舞台にして、たっぷり3日間繰り広げます。大人・中学生以上500円、子供・小学生以下200円の参加バッジ購入で、人形劇を3日間見放題です。ただし、プロの人形劇団の公演は追加料金が300円必要です。 会場間は無料巡回バスを運行します。詳しくはホームページ、http://www.pppetfesta.jp u をご覧ください。問い合わせは笹山チルドレンズミュージアム、電話554の6000まで。 月曜火曜休館です。我が家のアイドルを紹介します。東岡屋の安藤愛菜ちゃん5歳、玲奈ちゃん1歳、妹大好きお姉ちゃん、お姉ちゃん大好き妹、姉妹仲良くね。宮田の八尾ここみちゃん8ヶ月、どんどんできること増えてきて、 いつも可愛い笑顔に毎日癒される。素直で優しい子に育ってね。阿智間南の美そうたちゃん七ヶ月。いつもニコニコ笑顔で癒してくれてありがとう。すくすく元気に大きくなってね。このコーナーへの掲載希望は健康課594の1117まで。 シゲルゴッテス作「今日も丸いの」29回目「チャレンジビデオ大賞の巻一コマ目第28回丹波篠山ビデオ大賞のポスターを見ている丸いのとマメリン「ビデオ大賞募集してるよグランプリ部門は大賞賞金10万円だってすごいねー」とマメリン。 それを聞いていたお友達の悪いのくん。10万円とびっくり。2こマ目。うーん、チャレンジ部門なら私たちにもできそうかも、とマメリン。丸いのも、一緒に作って応募しよう、とニコニコ顔です。悪いのくんは、急がなきゃ、と慌てた様子で走り去ります。 3コマ目「撮影もスマホなら簡単にできるね」と仲良くスマホに映る丸いのとマメリン一方悪いのくんはドローンを購入して「すっごいのを作るぞ」と意気込んでいます4コマ目編集って難しいライブラリーで教えてくれるって行こうと丸いのとマメリンは 視聴覚ライブラリーへ行くようです。悪いの君の方は。一人パソコンに向かって編集中。うーん。エンコード。十万円。独り占め。うーん。わかんない。と。お手上げのようです。作品の応募は。十一月三十日。水曜日までです。 読み手は藤木清美でした。これで笹山志広報丹波笹山2016年11月第211号を終わります。録音完了は10月26日でした。